はい、こんにちは。赤玉パンチ、パンチでデート。ワインのこんな感ありますねんね。はい、言われます。はい、いただきます。ワインサワー、サワー、うまいかも、おいしいかも、うまい、赤玉パンチうまい。うん、マジうま、マジうまやん。82キロカロリー、100ミリリットルあたり82キロカロリーで、これが何本入ってんねんっちゅう話ですよ。何本入ってんの、それが分からんちゅう。そこをちゃんと書いとけっちゅう。まい。今日はね、何を隠そう、生ハムロース。人生初買った。外ではね、たまに食べることあるんですけど、自分で買うことなんてまずなかった。こんなん、こんなん出ました、生ハムロース。超うまそうなんですけど、これなんで買ったか言うたらね、視聴者さんでね、ネギマさん言ってはるんですよ。ネギマ、ネギマさん、ネギマさんがね、アボガドを前食べとった時にね、だいぶ前ですね、だいぶ前なんですけど、アボガドを食べてる時にね、生ハムと食べたら美味しいよって教えてくれはって、で、せいせや生ハムがなんか売ってるの目に入ってね、あ、せいせや生ハム買おう、アボカドも買おう、アボカドはとかあるんですけど、生ハム買おうって置いといて、あ、せいせやまた生ハム火切れてまうわ、アボカド買おう思って、ね、アボカド買ってきたんですよ。ほんならね、これわかります、カチンコチン、カチンコチン、わかります、これ。いつもね、アボカドはね、買ったらもう痛ましてまうんですよ。いつか食べよう食べよう食べよう思って食べんと、もうなんかもうグズグズになってね、アウトにするんですけど、今回もそれしたらあかん思ってね、固めのやつ買うてきたんですよ。まだ青いやつを、この色目で買うんでしょ多分。これね、もう2日ぐらい経ってるんで、もう緑も濃いになってますけど、もっと浅い緑やったんですよ。さすがにもういけるんかな思ってね、さっきあげたらこんなカチンコチン、こんなとてもないけど噛まれへんし、この皮がむけない、こうすくわんと食べられへんからね、カチンコチンで無理なんですよ。わかります、このカチンコチンさ。だからもうせっかく教えてもらったら、これ生ハムも火切れるんでね、もう早く食べんとダメなんでね、もう呼ばれますわ、マヨちゃんで、マヨちゃんで呼ばれますわ。残念、残念。さうるさいね。生ハム、こんなんお家で食べんの初めてや。薄っ、こういうのは贅沢食いしましょうか、お家やからね、贅沢に。いただきます。うん、うまっ、何これ、バカうまっ。バカうまや、これもバカうまやし、これもバカうまやし、アボカドが残念や、残念。うるさいっちゅうね。おっちゃん帰ってきた、おっちゃん帰ってきた、おっちゃん
そのえのちゃん帰ってきたんやけどめっちゃしんどそうやった。物も喋られへんぐらいしんどそうにしてはった。年内入院するって言ってはったのにね。怒られるわ。生ハムってこんなうまい？うまん。生ハム最強。ワインもうまい。っていうかアボカド、アボカドどうしよう。マジうまいよ。これマジ当たりになるね。けど私が食うたらもうパクパク食べすぎて、ほんまにあれ何当て言うかパクパク食べすぎや。ラストダンスは私に。うまい。マジうま。今日ちょっと用事でね、中央市場行ってきましてね。で一尾ってうちの会社の事務所の横がね、事務所兼倉庫の横が漬物屋さんなんですよ。でまた隣やからね。地元も私漬物屋でもあるし、でその新しいところが漬物屋の隣でもあるいうことで、漬物屋とはひいきにさせてもとったんですね。でも今暇やからもバンバン潰れていってますやん。けどそのうちの事務所兼倉庫の横の漬物屋はねまだやっとるんですよ。で今日ちょっと一ビって寄って寄りにいうか様子見でね、前行ったらね、当時から知ってる兄ちゃんおったからね、あーはい言うて、ね、向こうも覚えてくれとって、うわ久しぶりですやんかみたいな。私だいぶ若い子なんですけど、私多分20年ぶりぐらいなんですよ。だから私6でしょ、20年前40でしょ、もうその前ね。だからその兄ちゃん当時で30としても50ぐらいか、うん、年相応やね。うん、どないや言うたら、いやーぼちぼちですわー言うて、給料上がりませんわ、下がる一方ですわーって言うとったね。けど大きい商売やってはるやん相変わらず言うたら、いやもう全然あきませんわー言うて言うとったね。ほんまに懐かしいわ、ほんまに久しぶりや。当時の社長はもう今会長で、今息子さんが社長やねん言ってね。ねえ、ほんま懐かしかった。ほんまにね。まあ醤油こっちゃ、醤油こと。っていうかこれどうしよう。これも置いといたらいいんですかね、熟すまで。熟すまでこれ待って、熟してまた言われますわ。しかしうまかった。
生ハムがこんなうまいもんやとは知らなんだ。こんな普通のスーパー売ってまへんや。これ多分イオンで買うてますね。なんかでイオン行った時にイオン言ったらもうね、いろいろ売ってますやん。だからなんか生ハムコーナーみたいなのあってね、そこで買いました。美味しかった。満足。You are 満足じゃ。はい、ということで、いつもすみません。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい。では、おやすみなさい。See you again. バイなら。バイビー。キャンキャン。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。